はい、皆さん、テレビでおなじみの神山宗則です。宗やんです。今日は皆さんに私の人生70年で最高の喜びのお知らせがしたいと思います。果たして何でしょうか。最高の喜びとは、はい、ひ孫の誕生であります。このひ孫は、こちらにいる赤ちゃんは琴葉ちゃんと言います。女の子です。私の人生の70年の最高の今日は喜びです。これを皆さんに私はお披露目をしたかったのです。今後ともよろしくお願いいたします。